撮影ですか。うん、こんばんは、こんにちは、リップスティックチャンネルの正義です。今日はまあチャンネルです。ゲストは、はい、はい、皆さんこんばんは、 MSK こと正義です。先日の、うん、忘年会のちょっと先日の、アンモナイトクラブの忘年会を、新年会の振り返りを少しちょろっとやっていきたいと思います。普通に喋ります？普通に喋るか、うん、でも、あの、支えたほうがウケるんだよね。逆ですか？そうですね。あ、どっちもこういう、こういう沈黙。沈黙って、あのね、マーティン・スコセッシって監督で、わかる？わからないですね。あ、窪塚さん出てますか？うん、映画見ない？あんまり映画最近見てないですね。でも明日見に行こうかと思ってたんですよ。何見る？海賊って大体とか。遅いでしょ。こういう映画見なさいよ。あ、これね、これ音ウェッジに、あの音ウェッジ、音がすごくいい、死の音、うん、だって死の、これは置いておきますよ。マイク、ここにマイクある。我々でも顔が見えないですか？ここに見えるじゃん。見える。いつも裏、後ろじゃなかったですっけ？あの、ね、頭が見えないよ、ここ後ろ置くと、うん、ほら、ああ頭見えない。でもマイクがいいからね。マイクいいけど、なんかもうちょっとマイクにセットして。音が良かった。うん、ね、マーティン・スコセッシってタクシードライバー知ってる？タクシードライバー、うん、映画、ああ、結構、うん、それ撮った監督、レイ監督、この人いろんな幅広い映画をやってますか？うん、この人ロック好きだから。ああ、奥さんと見てたの？うん、あの、なんつうの、音がすごくいい。映画ってでも音何でもいいかって感じですけど、違いますね。全然違う、監督によって全然違う、うん、で、名監督っていうのはある、あるパターンの撮り方するわけ。あ、そうだね。絶対的にいい映画、うん、いい映画って理論があって、映画って、それがだから、結局はあの日本映画に影響されてる、みんなね、黒沢とかさ、大津とか、あ、まあそこら辺の王道の、王道っていうか、もう基本のね、その撮り方があるわけよ、うん、それに影響されてみんな撮ってるから。でも日本映画ってだんだんお金がなくなっちゃって、うん、でアニメばっかになっちゃったよね。だから本当は日本人もこういう映画撮れればいいんだけど、なかなかね。原作ね、原作がこの人だ。原作が遠藤周作。わかる？遠藤周作わかる。
違いの分かる男、まあ、有名な、うん、だからこれ、レント・チューサクも世界的に有名だ、うんうん、映画ね、でもね、あれは好きっす、ね、永遠のゼロとか、うん、男たちのヤマトとか、うん、ポップだねマイナーじゃないよ、ね、マイナーじゃないよねポップだね、すげえ客入るやつだねでもいい映画と思いますけどね、まあ、でももうちょっとマイナーひねった方がいい、うん、スパイス、うん、っていうか、お、いっぱい見た、うん、そうすると、だからあれと同じよ、どうしても、まあね、ポップなやつっていうのは売れ線だから、どうしても本物感がないわけ、道っぽさ、あー、偏っちゃダメってことですよね、だから偏りすぎるのダメってこと、いや、偏ってもいいんだけど、だから売れない映画を見た方がいいってこと、あ、逆にね、な、王道は誰だ、まあ、これは結構王道なんだけど、なんていうのかな、ちょっと文学的な、まあでもね、幅広いのはやっぱ読んどいた方がいいですね、偏りすぎる、うん、本とかもね、うん、本もね、じゃあ前自己啓発なんて大メジャーだから、うん、でもあの戦略なんですもんね、あの成功なんちゃっていうのは、うん、だから あの辺はあんまり読まない、まあ俺も読むけどさ、でも逆も側も読んでいった方がいいっていうじゃないですか、うん、だから逆ってね、ま、本当にだから小説とか、あ、逆にね、うん、ああいうの、ああいうのハウツー本じゃなくて小説とか詩集とか夏目漱石の心とか、そう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 、そういうのを読んだもの、人文学で、うん、だってもう書いてることで勉強になりますよね、いろいろと、言葉とかちょっと支えた、ほんと、うん、うるさいこの間ね、ほんとね、この間のね、アンモナイトクラブのあの新年会か、うん、予想以上にやっぱりみんな緊張してて、うんね、撮ってるのもある、うん、撮ってたら、うん、やっぱ構えるけど、うん、あんなもんだよ、ね、でもやっぱり自分だけじゃないんだなって感じがしました。それで、まさきくんは俺と喋るとこう、いちいちで喋れるんだけど、まさきくんの周りを見ないから、うん、だから俺との二人のだからね、牛の話とか変性意識状態って俺二人しかわからないわけだよ、うん、そうすると話が広がらないわけ、あ、だからクエスチョンマークとか、うん、だからなるべくそういうとこみんなに分かる言葉を使って、あ、リラックスしたらいいんですよね、うん、そうそうそう、みんなに通じるような、あ、分かりやすく伝えて、分かりやすく伝えて、それでどうしても気がこう周りに行かないよね、まあなるほどね、うん、いやでも難しさを感じたっすね、なんだかんだせっかく感じたのに、いや、わかんないっすよ、だってわかんない、だからそれは練習で、うん、でも、うん、あの、まあ、俺なんかもう昔から社長だから、社長、社長だから二十歳ぐらいか、二十歳ぐらいっていうか、まあ、まあ感覚的にねそうすると飲み会やっても一番静かな人とか一番喋らない人に話を持っていくわけ、あ、そうそう、でもなんかわかりますもん、なんでかって僕も結構人見知りの方だったんですよ、うん、最初、うん、そしたらね6人ぐらいで飲み会してるじゃないですか、うん、そしたらね仲いい子同士、うん、もうちょっと姿勢よく仲いい同士がね、うん、しゃべってどうしてもしゃべって、そうでね、そうね、話せない人がね取り残されるんですよ、そうされて周りの話、そうだからこの前のやつはそあのな悩み相談っていうのがあったから、うん、みんなしゃべれるじゃない、うん、あれがなかったらみんなバラバラで喋ってね、飲み会で結局で結局何だったんだろうなみたいになっちゃうわけ、うん、でもやっぱそうやって周りを見てあげるって大事ですね、そう、あとなんとか集団も作ってやるとかね、うん、その人を引き出すっていう感じ、うん、あとはだからゲームやるとかさ王様ゲームとかそれでもそうするとそのほぐれるコンパみたいなもんだよ、
けど、でもあそこでね、やっぱりこう周りを見れないとやっぱり偏って、うん、その人は楽しくなる。それでだって年代もバラバラなわけだ、うん、それが同じ年代だったら話は大体同じだから合うわけよ。なんでそれで そういう時にホストだから、それで、ね、男だから気を使ってやられて、だから言ったじゃん、一席がいいって。あれ女の人が一席がいい。全然もう頭なかったですね。だからそういうのが基本。まあ俺は女商売だし、奥さんいるし、奥さんいるし。美容師だから、美容師だから、そういうの知らなきゃいけない。女の人はどういうふうに考えてるか、はい、だって、あ、そう、分かんなかったですもん、だって全然、だってもうとりあえず予約をね、すればいいんかなって。だから、それはだから、ちょ、リンゴって、どれ食べた？でもあれはでも全然見えなかったですね。だから女性持てなかったじゃないですか、だからそういうところに。だから全然考えてない、それで自分のことしか考えない。もうカッコつけるぞ、みたいな、うん、エグザイ。それも、自分じゃないから、あ、そう、だから分かるね、自分らしくすればすごいモテるわけ。それが違う自分を演じてると全然それがバレるからダメなの。自分らしくって何なんかなって今思うんですよ。だから自分らしさっていうのは自分らしくの定義が、うん、自分なりにちょっとブレちゃったんだね。自分らしくって何なんだろう、じゃあ今僕の。それは自分で考えない。だから ちっちゃい時好きだったこととか、だから結構さ人に左右されちゃったんだよね。だっていじめられてとかしてたからね。だからそうすると、いじめが理由になっちゃうわけじゃん。うん。で、それ言い訳になっちゃうわけよ。あ、ね、ダメだ。ね。ダメだ。ダメだ。一番ダメだパターン。だからそういういじめられた時に、どうしてもブレちゃった。だってもうね、実績があればね、音しないじゃん。した？します。した？じゃあ静かにしてください。ちょっと待って。ちょっと待って。やっと止めてもらおうか。OK。いいよ。おいい感じ、いい感じ。やっぱ俺の方がうまいな。そうだからね、シャクシャク感が、だからあれなんですよ、結局ね、あ、これ覚えますか、ね、結局ね、あれなんですよ、ま、力があれば、またこの悩み相談になっちゃってるな。いつえ、でもね、自分らしくて最近思うのがね、うん、ちょっとね、この、なんやろ、楽に喋れるというかね、これ楽に喋るじゃないですか、うん、これが自分らしさかなと思って。自分らしさって、だから真田君書道なんだよ。僕書道、うん、でも最近ね、疲れてね、全然いい字書けない、うん、やっぱりちょっと充電センターが、いや、お風呂行ったらいいな、ね、何疲れちゃったの。いや、もうバイトで。あ、バイトでな、バイト疲れるな。8時から、うん、鳴沢行ってるんですよ、某スキー場で。いや、でもさ、本当は逆なんだよね。え、逆だよ。逆？本当はそのリフレッシュの方を頑張る。あ、逆に。うん。でもね、今はね、ブラックバイトじゃないけどさ、大変だもんね。でもね、やっぱね、昨日もね、書いてたんですけど、30枚ぐらい。もう書けない、もうだめだ、これインスタ載せようと思ったんですけど、うん、もう全く記事はできずに。そういうとこもあるよ。ああ、でも、いい字じゃなくても載せていいわけよ。ほんか、だから言ってるじゃん、ゴールがみんな見たいんじゃなくて、家庭が見たい。でもね、さすがにあれは載せれんなってやつがあったんですよね。それでも載せちゃう。羽の甘いってことかさ。だからそれでも載せちゃう。本当。うん。だからそれがカッコつけしいな。ダメなところを見せていかないと。ダメだよね。うん。やっぱでも僕ね、うん、書道とね、うん、書道かな一番最近いいなと思って、うん。
だから書道って言ってもだからそんなにメジャーじゃないじゃない、うん、だからメジャーじゃないところの自分が好きなところがいいわけよ、はい、それが強さになる、うん、あとなんだろうアピータンとかだね、あの動画もっとアップしようと思います。うまくは開けてね、うん、ゆっくり開けるんだってゆっくりね、こういうのってゆっくり上げながら絶対ね、女の子に嫌われるより早いのって嫌われるわけ、ゆっくりあ、いい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 なんですよ、別にね、うん、あの、何でもね、あの、まだあるのかな、書道以外にあるよ、だから、その、なんていうのかな、変な話、人が気がつかないようなところが自分らしさなわけよ、うん、だからいろんな自分の成分がこうやって重なったところがだからそれメジャーなところにないわけ、エグザイルとかじゃないと思う、じゃない、それはどうしてもだからその多分変な感じ、売れてるのが好きなの、ああね、だから強いのが好きだったりするから、だから本当は水だね、だから、うん、そうそう、弱い自分の、だから自分の弱さを あったんだ、だからおばちゃんち受けてたじゃん、うん、おばちゃんちに僕この前、うん、あれを受けてたっていう捉え方でいいのかな、なんか そこが自分らしいのに自己プロデュースが全然できてない、だから自分を売るってこと、売っていくってこと、だから自分自身がまだよく分かってない、うん、普通だったら思春期の時に分かる、まあ今の子は分かりにくいけどね、まあでもさ、いじめられてたからじゃない、また言いたくない、だからそしたら話全然進められなくなるわけ、だからいじめられてるから自分らしさがあるわけじゃん、あ、そういえばいいんや、当たり前じゃん、いじめられてるから今の自分のあれがあるわけじゃん、あ、そうか、そうでしょ、うん、それが自分らしいわけじゃん、逆にね、逆にじゃなくてそれが自分らしいじゃん、それなのにいじめを否定するから、うん、言い訳になる、だってマサイクのやばいところは話が戻っちゃうところや、あ、またね、また一からなっちゃう可能性もあるね、で結局いじめのせいにしちゃうとまた元に進めんねん、マーティーに進めなくてまた元に戻ってまた自己啓発本持ってまたなんか強い自分がを見せたくなってまた同じところに行っちゃうわけ、そこから抜け出るのが最近でもなんか楽っすよね、うん、楽なんだけど、だから戻りやすいってことは、ああ、これやってたらなんかなるんですよね、なんか戻ってしまうわよね、あの悩み相談が多かった、そのね、でもねがもうダメよ、だってもうそこで引っかかってる、それ口癖にするとデモデモだってちゃんと有名、もう自己啓発本にも出てくるよ、デモデモだってちゃんと、やだね、だからいや、だからデモデモっていうのは言い訳なの、デモが出たら言い訳が、その後は言い訳なの、大体人のこう話しててデモが出たらその後の話って誰も聞いてくんない、ですか気をつけた方がいい、あの体につきのだから本当に無意識の中に入れないとまだ潜在意識、うん、まだ行ってないんだよね、そうかな、うん、そうか、うん、そうだ、だからデモデモだってじゃん、じゃあ潜在意識しか入ってんのと、うん、まだまだ頭ですから、だから元に戻りやすいんだよ、同じこと言われた、この間、うん、
潜在意識に入ったらもう最高やもんね。だっていや最高っていうこともないけどさ、変性意識状態に入りやすいよ。違う違う、無意識、意識無意識と何だっけ、超意識、下意識ってだから、そうそこのその言葉自体だからさ、マザイクの場合その言葉が出る自体さ元々に戻っちゃうっていう、あはい、うん、なんかそういう言葉に酔う癖もあるしさ。じゃあ言葉を通り越して、うん、そう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 、なればいい、うん、だから普通の、だからさ普通の言葉になればいいんだけど、どうしてもそのだから変な話だとこういうのが出る、自分のオリジナルの言葉になる。なるほどね。うん、せ、まるまるイメージとかを使わずにやるんで、うん、そうそうそう、それの方が普通の人が分かりやすいし、うん、俺らみたいに嫌われて嫌われました。嫌われるよ、だって自己啓発ボッコなんて持ってる、読んでる人だって嫌われる。ちなみにいつ頃から言ってたんですか。ん、言ってないけど、ずっとやっぱそのビジネスって儲からない時期あるわけ絶対、まあね、うん、そうすると自信がなくなるわけよ、うん、その時にだってみんな自己啓発本を読み出す。そうするとだんだん洗脳されて、それが正しいと思ってる、ね、まあ、ちょうど時代もさ、カズマとか流行ったから、うん、今そんなに売れなくなってきたよね、うん、自己啓発、うん、うん、なんかね、うん、普通の無意識でね、カッコつけない感じいるとね、うん、逆に誘いやってますね、女子から。うん、そうだね、うん、今日もね、うん、誘いというか、うん、病院送ってくださいとか、うん、とかね、うん、あれ、いつか、何曜日に帰るの。火曜日、水曜日ぐらい。水曜日いつもこれやってる。あ、火曜日に、え、来週火曜日かな、誰と。奥さん、うん、奥さん、愛人となんだかんだ、おちょうどおちょうどおちょうど、なんだかんだ奥さんに戻りますよ、やっぱり。ん、奥さんに戻りますよ、最終的にはやっぱり、やっぱ奥さんだな、この人だな、みたいな、愛人だな、え でもね、最近やっぱ楽になったんですよ、レッスンを繰り返しながら。うん、だからあとは、うん、なるべくここで食べてくんないとさ、あ音させるためにこういうの上腕またあのね、そういうのからね、あ人のリクエストを聞くようにした方がいい。せっかくみんなリクエストして音フェチやってくださいとかあれやってくださいとか言ってるわけじゃん。それをすぐ忘れてサービス精神がないで、あね、あのどっか連れて行ってやるよって言ってたじゃないですか、うん、あの女の子に、うん、でね、お母さんと来た時にね、まさきくん絶対忘れてるわみたいな、うん、そんな感じか、うん、あとサービス精神っていうのはすごく大事だよ。あのテーブル選ぶとか、うん、あの時にやっぱそれできるなと思いました。すごいな、さすがやなと思いました。あそこで座敷かテーブルかどっちっておっしゃったじゃないですか、うん、さすがだなと思った。あれ基本いつぐらいから大体でき始めたんですか。お店始めたあたり、でも昔からなんかね、俺ね、気を使う癖があるよね。気を使う、うん、なんかね、周りが全部盛り上がるのが好きみたいなのがあって、だから一人寂しい人がいると、うん、どうしてもその人を盛り上げようとか思っちゃうけど、スーミーの人とか、だからやっぱ気を配られてたんですね、すごい。いつも昔からね、それやっぱ良さじゃないですか。良さっすね、良さじゃないですか。うん、あまあ親がそういう人だったからね。親、うん、親がだから、親なんか兄弟とか集まったりさ、宴会とかでしょっちゅうするじゃん。お父さん、うん、お父さんがもう、うん、
だからもも盛り上げようとするからすごく気遣うわけよ、いろんな、もうその場をも全体を盛り上げようとする人ってすごく気遣って、で面白い話したり、でどうもばらけてんなって言ったら、こうやってまだ大体ね、こう別々の話になったでしょ、これ どうやってね、なんかね、見えてくんだよね、見えてくる、見えんの、なんか、どき澄まされるっていうかさ、ああいう、なんかみんなガヤガヤしてる時にカーンとしてくるわけ、なんかオーラ、オーラじゃなくてね、さーっとした中で見えないもの、見えないものっていうかね、あのこことこことこうはめたらいいとかさ、こことこことこういったらいいとかさ、そうね、だからやっぱね、結局相手が何を求めてるかっていうところだよね、それはやっぱ分かってなかったもんね、今の僕は。あ、そう、ね、あとはだからやっぱり本当に自分らしさみたいな、自分らしさの定義って一回考えた方がいいかもな。だから、だからいつも言ってるね、中学校の時に、ね、本当だから本当は野球じゃないかって感じになっちゃう、うん、あるんだよ、野球ってね、どうしても縦社会だから洗脳されるわけよ、その洗脳も高いよ、それでちょうど社会洗脳と親の洗脳って、ね、まああるよ、逆に俺なんかはだから共産主義的な考え方洗脳されてるから、だから広いんだよ、いや横共産主義って縦じゃない、横だからさ、まあ、修行だね、うん、修行だ、修行はまあ楽しくね、この加藤正樹っていう商品があったとしたら、自分をどうやってプロデュースしていくかと思うでしょ、うん、いや、うん、な本当はもっと負けない、まあね、今の時代もあるんだよね、昔はさ負けないぞって持てないと一人一人が、うん、今は微妙に重なってるじゃん、うん、だからなんていうの、村八分になっちゃダメみたいなさ、一人で生きられないみたいなさ、うん、俺らの時代ってみんな一人一人がちゃんとしてたから、一人でも生きてって言えたんすか、だって一人でだって東京とか遊び行ったり、一人でライブ行ったり、一人で映画見たり、うん、でだって俺本が好きだから一人でいつもこう本読んでさ、大体みんなそうだ、うちらのそのパンクの、まあ、うん、初期の頃って結構、うん、なんかみんなインテリジェンスがあって、うん、みんなだからライブ待ってるじゃん、階段の前です、それでみんな本読んでんだよ、うん、みんな一人ずつ一人で来てたよ、つるんでないの、うん、まあ、ちょうどパンクでするのものじゃなかったから、それこそ俺は友達いらないぜ、そうみんな一人一人みんな本読んでた、こうやってあの一回話題になったじゃないですか、この間アンモナイトクラブの新年会で、うん、頑張ろうと友達を作ろうっていう悩みがあったじゃないですか、うん、頑張ろうとしてる時点でいかんかもね、だけど本当に自分じゃないんじゃないですか、うん、あとはだから本当に友達なんかいらないんだよ、でなんかそう思ってたらなんか できたりしましたね、逆にそう感じを思うと、そうするとあの似たような人が集まってくる、ね、だからその頑張って友達を作ろうっていうのはだからあれですよね、格好つけようってことになっちゃうのかな、気が入るから力むというか、あの なんていうのかな、笑顔もあるじゃん、の世代感もあるね、世代、うん、なんとかな戦う感じがない、ね、うちらの時代ってね、まあ、安保があって安保がなくなって、うちで安全保障というかで、ね、みんなデモしてて、だからデモやらないからね、やっぱデモやるっていうのは自分の主張があってこれ反対するっていうのがないと
結構怒る今いい話だったそうそう、だからまああの本とかも本ももう飛び越えて自分のものにしないかってことでしょ。本もだから やっぱし小説とかあの詩集とか、うん、そっちの方がいいんだけど、俺もオファー本が好きだからこの前かわいい理論の本買って、でもあれにすがりすぎたらダメってことでしょ、洗脳されるというか、うん、だからそれよりもだから何だろうな、文学とかそれの本を読んだ方がいいと思う、うんうん、それセンスが悪い。でもそういったものをあえて言わんでもそれが潜在意識にしっかり入って、うん、あたかも読んでない風な感じになればいいってこと、うん、無意識というか。だから違うだからはもうハウツー本はもう読んでるから、ハウツー本よりも詩を読んでたり、なんかまあこう形式を見てそうかどうやって自分が感動するかみたいな、うん、綺麗だな、うんうん、今はちょっと芽吹く前のこう なんていうの静けさみたいな感じで、ね、うん、これ見てみな、今じゃあ、うん、映画、今度見てみ、キリスト、うん、あのキリスト教が日本で踏み絵の頃のやつ、ああぜひ、うん、これはもう名作だよ。あのストーリー自体はそんな大事だからさこの本当にだからそうするとどのだから自分がどの監督が好きかとかいうふうにこの撮り方が好きかっていうふうになってくると、俺がこれ撮ってるじゃん、それで映画好きな人は「ああキューブリック好きですね」とか言って書いてくるわけよ、うん、分かるわけ、うん、普通こうやって雑に撮ってるように見えるじゃん、うん、実はちゃんと構図も考えてどうやって撮れるかって考えて撮ってるわけよ。ああそうね、だからそれ知ってる人は分かるから、うん、そうすると面白いじゃん。でもだから分からないんだけど、その自分の身になってれば、そう、もう言わなくても、理論を言わなくて もだからさっきみたいな言葉ももう変な下手なんです、言葉も言わなくなって、多分あのじゃあ地獄やつも言わなくていいってこと、うん、まあ読むけどねでもあれを後から読んで、あ、自分のこれはちょっと理にかなってるというか合ってるなって思う時ってあります？あの読み返すことある。俺前は読み返したらどうですか、そのちゃんと分かる、最初はこう、すごいなすごいなっていうことがめっちゃ分かるじゃないですか、あ、こうするには正義、俺すごいと思わないそうなった時とか例えばなった場合はそれがやっぱ2回目の時って変わりますあの読むところが変わる、読むところが変わる、うん、例えばだから前も言ってたけど、だから平成意識っていう言葉 をちゃんとだんだんね、いろんな本を読んでいくと分かってくるわけよ、はい、そうすると本当は一番大事で読まなきゃいけないことが分かるわけ。でも黒字で書いてるじゃないですか、うん、あの夢を叶えるぞとか、なんでああいう黒で書いてるんですか、重要なところ。あれは戦略だよ。あ、戦略なんだ、うん、で夢を叶えるぞはその自己啓発本をただ集めただけだからさ、うん、それちょっとそれを面白おかしく書いただけだから、そうするとそれの元本を読んだりするわけ、源流ね、うん、元本ね。文化があるかな、温泉行ってリセットした方がいいな、うん、でもさ、シャワーだけだとね、シャワーだけなの、家シャワーだけ、風呂ない、ありますよ、絶対風呂へ入って、これ基本、あのお風呂に入らないと、自律神経がおかしくなる、血行の流れも良くなる、うん、だから休まない、疲れが取れないみたいな、うん、特にこの寒い時期はだから絶対にお風呂入って、
家でも入ります？湯船で。絶対ある。シャワーしない。シャワーしない。夏でもシャワーしない。それは有名な話だもん。それはしちゃダメだって書いてあるから。え、絶対湯船は入らないとダメなの。最初に湯船作れますよ、入ったら、うん、で、その後体、頭洗って、うん、だから絶対に湯船入らないとダメだって全部の。俺は なぜやるかって言うと、だから俺変な話、俺の周りの人はだからそういう鬱とか自律神経症とかの人が多いから。俺もなりやすいから。なりやすいの、うん、マジで、うん、そんなの知ってるよ。何でもだと思春期の頃悩み抜いてきてるから。死にたいと思ったことは何回もあるし。あるんですか？あるよ、ずっとだよ。いじめられてる。いじめられないよ、だから言ってこいつ一人音楽聴いてた時とか、一人音楽聴いてた時とか。だから世の中なんかクソだとずっと思ってたから。あ、そうですか、うん、結構言われたりせんかったんですか、その大会のヤンキーみたいなやつに。おいお前みたいな。だってそれ近づかない。あ、そうですか。嫌いだもん、大会系。すごい。だからほっといてくれと思って。友達がいらないと。うん、いらない。友達もいない。なんかだから本当にな、早く自立して東京行きたいなと。うん、うん、家も早く出たかった。もう親は厳しい。うん、それ逆に良かったかもしれないですね。そう親が厳しい方が出るからね。親が甘いと出ないから、ね、甘えるとね、やっぱりね、さっきのなんかデモみたいに言い訳を作っちゃうぞ。そういう癖あるね。うん、だから親があの時こう言ったからそれも言われてるんですか。うん、そうだからさっきもいじめられたから。だからそれが一番ダメなところ。もうだから逆に強みにしちゃってるから、それも含めて俺はプラスに変えて、うんうん、やっぱりね、そういった環境が自立するのが本当の大人じゃないかな。そう経済的にもそうかもしれないですけど、経済的にもそうだし自分の、うん、やっぱ20歳を超えても、そうダメだよね。やっぱ20歳超えたら大人みたいな定義がありますけど、まあ自分で仕事し始めたら大人だよ、うん、まあやっぱ僕の大人定義としてはね、経済的環境的にもやっぱ自立できてやっぱ大人かなと思いますね、うんでもね、あの眠そうっすね。言うてきれいじゃん。いやでもあれまくってますよ。でも、あ、俺と似たようなテストやから見せて、こうやってこうやって受ける手だよ。人差し指が長い。長いと女っぽい、うん、薬指より長い。いいです、これ。モテるとしてだよね、うん、人間で大体手を見てるわけ。見たら受ける手、うん、女の子も、うん、これがずんぐりむっくりだと面白いな。ずんぐりむっくりって何ですか？ずんぐりむっくりってことだからね。やっぱね、一から勉強し直してたね。太いってことでしょ。なんだろう、ボキャブラが少ない。うん、20いくつだっけ。23の割にボキャブラが少ない。それは多分そういう文系の本読んでないから。うん、確かにね、うん、オノマトペみたいな、そういう。それとあとだからそこをなんとかな、まあね、まあ流行本みたいだけど、そういうなんとか、なんとか、まあサブカル的なものも、だからカルチャーね、雑学、うん、カルチャー、文化、そこはちょっと抜けてるな。本を読んだり、絵見たり、そっちの方が大事なんだよ、自己啓発本より。ハウツーだからさ、こうやったらこうなるなんて残ったことはないわけ、本当は、うん、一番は自分の感受性を高める。だからやっぱいいんだな、美術とかが。そうそうそう、うん、一番音とか絵とか
まあこうやって2人で言ってるね、まあ2人で、そうすると A の前と編成意識状態に入りやすいわけ。ああね、そこに戻るね、書道とか書道とか茶道も、まあ茶道もだから上に行けば行くほどさ、それでそのまあだからな、変な話、民衆がどんな音を求めてるかとか、だから自分ができることは何なのかっていう、ハウス版だとそのな外側なんだよね、多分あの正木君の外側なんだよ。ああそう、うん、中身じゃないんだ。中身じゃない、だから知識じゃん、知識ってやっぱ上っ面だから中に入ってこない、だからどうしても元に戻っちゃうと、うんうん、疲れた時はなおさら、そう疲れてる時なんて頭回ってないから、うん、呼吸も浅くなってるし、うん、でどうしても虚勢張ってるから余計虚勢、うん、もともと性格だから疲れてる時ほど虚勢の方が強くなるわけ、見栄を張る、うん、だから防衛本能がそれこれは逆に無意識だよ、今疲れてるから、うん、攻められたら負けると無意識で思うから前のやつの状態の方が強いわけじゃん、うん、だからそういう前の状態に戻ってくる、褒めを対する向上してね、向上、あ、もう自分の元に戻るやつね、そこが一番すごく一番大切な、じゃあそこの潜在意識が変わったらもう褒めオスタシス、褒めオスタシスとかどこじゃなくなるってこと、いや褒めオスタシスを抜けなきゃダメなわけ、だから現状っていうのが一番楽で、現状位置が一番楽なの人間って、うん、だから変わらないのが一番好きなわけよ、そう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 、だから元に戻ろう、いい意味でも悪い意味でもね、うん、そうそういい意味でも、だから体温が元に戻るのも、でもやっぱどんどん変わっていかなきゃいけないから、うん、新しいものチャレンジして、それこそ水だね、うん、水と、あとだから時代も変わっていくから、だから絶対に言ってねえんで、もうね分かる、本当に、バーチャルリアリティね、バーチャルリアリティ VR か、はい、絶対に VR に行く、はい、AI で VR 分かるよ、だって乙女ちこれ受けてるから、乙女ちって VR だからさ、うん、バーチャルだ、このバーチャルな感じが、仮想現実、現実が現実を変えていく、うん、こういう風になる、これはもう確信してる、だから そういうの分かってる子たちがこういう乙女ちとかや見てる、だから今まではだってそんなのなかったわけ、ね、仮想現実の方が現実を動かすなんて誰も思ってないのに、うん、でも若い子たちはセンスだから、乙女ちってセンスなんだよ、だからセンス上げるじゃん、だから乙女ち、うん、アスマね、そう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 、うりりどう、いいじゃん、で、俺すごくラッキーなのは、まあ、こういうのやってて人間が何が好きかっていうのはすごく分かった、俺ら本当にラッキーだと思う、俺こうやってて YouTube に行ってチャンネル登録はもうちょい3000、よく知ってるじゃん見てるねそういうところでしっかりしてるね二郎のラーメン見ましたよ、二郎あれ作ったんすか、うまいよ、作った、あ、二郎食べたことない、あるあるある、どこだ二郎、ね、新宿歌舞伎町と、あ、本当、うん、あとね、あ、いいじゃん、いいじゃん、あとどっか忘れた、俺二郎好きなんだよ、え、あのどん兵衛の上にもやしとキャベツ入れたの、そうそうそう、それでお揚げ取って、あれネットですげえ流行ってて、うん、え、チャーシュー買ったんすか、チャーシュー買った、
でもあの検索するで、あの、豚肉を、みりんと醤油つけて、それだけ。でも俺チャーシューもちょっと乗せたかったから、でもチャーシューなくても買った、チャーシューは、うん、買った。でもチャーシューなくてもその豚肉でやるっていう、そのなんていうの、家次郎か、家で次郎やるっていうのは、家次郎ね、家次郎で、それでどん次郎すごいよね、みんなすごいよね、考えること。これだって俺なんかだってさ、これあれで、あの YouTuber ですっごい売れてるやつもう一番先にやって、ああやられたと思って、それでそれでね、発信者ならあかんね、うもう先手を取るというか、だから2番手でもいいわけよ。そうだからね、やっぱりそれもアイディアですもんね、アイディアね。そうすると波に乗ってるもんな、なんかそれもな、なんか言えば、だってさ今子供が、そうすると、今の時代が何を求めてるかって分かるって、そうすると絶対に仕事にプラスになるから、今もう子供のあれ、おもちゃね、うん、おもちゃだって、だってさ6だよ、あとね、小学生がお年玉生まれたら何に一番お金を使うって言ったらね、課金に使うんですって、ゲームに、あのネットの。変わりましたよね、だっておもちゃだったじゃないですか我々の時は、うん、お人形とかフィギュアとか、うん、ねえ、だってもうみんなそっちの方向に移行してるんでしょうね。だからあのね、本当にばあちゃんだよ。でもね、あーそう、でもね、ね、わかる、自分の、自分のね、完全に、あのでもね、簡単、でもね、俺も映っちゃったよ俺まで映っちゃってないのか、すいません。ドン次郎はでも、あ、待って待って、ドン次郎は、うん、ニンニクも入れてるんですよ。入れるよ、俺だってマシマシ好きだもん。ニンニク入れないと、あの次郎系にはならないから、パワーが出ない、うん、あ、パワー出ないじゃなくて味にパンチが出ない、うん、絶対マシマシにしないと、ぜ、全マシ、俺いつも全マシだよ、多いよね、あれ、うん、最高、たまんない。奥さんも二郎行くんですか。行くよ。それで奥さんマシマシ、うん、しないよ、そんなあの、なんていうの、ジャンクブームってあって、だから今まではヘルシーなのはああいう、なんていうのかな、ああいうジャンクなもの結構好きだから、ヘルシーも好きだよ、すごい、逆も好きだし、ルティジャンクも好き。ジロー美味しいっすよね、あのだし、うん、スープか、うん、豚骨かな、あれ豚骨醤油みたいなやつ、ドロドロの豚だよ、豚をもう長時間、背脂長時間煮て、うん、どうなんだろうね、スープを飲み干します、うん、太るから、ジロリアンね、あのうちはだからね、森田っていう選手がバンホーレンに来て、その人ラーメンすごい好きで、でラーメン、はいはいはい、うちらあのバンホーレンのサポーターの中でラーメンブームが来て、うん、みんなラーメン屋ばっかり行ったの、そしたら太ってラーメン絶対太る、まあ、塩分高いよね、うん、あの、なんていうの、魚介系のつけ麺とかさ、逆に太るんですか、あれも、あれも太るよ、塩分がいっぱいだから、塩分だけじゃないよ、あの脂質も多いし、で炭水化物だし、あ、そういえばね、うん、あの甲府のデポの裏に、うん、二郎系ラーメンありますよ、あれじゃない、な、何二郎だっけ、患者だよ、あ、患者だ、患者だよ、二郎系ラーメンって名乗って、うん、あ、知ってる、知ってる、行きました、3軒ぐらいある、俺二郎系好きだから、ないで、山梨二郎だから、もうか、前あのジャンクカレッジだっけかな、ジャンクカレッジっていうのがイオンにあって、そこで質問食べてて、甲府昭和の、そうそう、イオンにあって、うん、で潰れちゃったんだよ、へえ、で二郎で字が違う二郎なんだよね、家二郎じゃなくて、なんだっけな、パクリ、まあだから二郎系、そこもよく行くよ、おいしい、まあちょっと違うけど、俺好きだからさ、野郎ラーメンが好きですか、
野郎ラーメンってご存知ないですか。家系？家系じゃないです。あの野郎二郎系みたいな本当に、うん、チャーシューとかのお前しがドッカンってのです。じゃあ完全に二郎系じゃん。ジロと似てるでもジロ系だよ。え、そし、え、メガネかけた丸いおじさんが映ってるやつ。どこどこ。ほら最近あの海外の人も多いんだよね。海外の人、うん、ほら、だってこれスペイン語だからさ、オラメーエストラリアメデメソレ。モロジロじゃん。行ったことありますよ。ないない。どこにあるの。東京。あ、いろいろ。東京。あ、いいじゃん。こういうラーメン流行ってるんですかね。いや、だからこれ二郎系だからじゃん。持ってあるのも二郎系だよ。あのもやしもそれがさ、もやしいっぱい入れててさ、うまいんだよね。もうたまんなかったよ。すげえ。俺毎日行ったり。あ、であのドンジロ。ああ。ドンジロ。え、奥さんもドンジロだったの。うん。絶賛してたよ。え、食べさせてください今度。自分で作りゃいいじゃん。え？あ、そうか。簡単じゃん。もやしとキャベツをクタクタに茹でて、うんとね、うん、そして豚肉をみりんと醤油にちょっとつけといて炒めてそしてそれ買った時に牛脂あるじゃん。お牛脂を半分に切って、で牛脂で肉を炒めて、その牛脂半分もは中に入れて。カロリー高そう。当たり前じゃん。だって俺だってジローのって言ったらだって背脂もあんだって。マシマシだ。マシ油ね。うん。油は。辛め。辛めはしない。そう。それでお揚げ取るじゃん。でだからその先も。トッピングは作っ、あ、それでニンニクを死ぬほどみじん切りにしといて、あと残るくないですか。え、もう匂いが。だから知ってる、あのその後にリンゴ食べる。ああ、そうするとニンニクの匂いって消える。俺はあの仕事柄あるからさ、リンゴだからいっぱいすぐリンゴ買い始める。そうするとニンニクの匂いが次の日になる。でもニンニクはすごくいいんだよ体に。特に男の人はタスタミナつけてる。うん、それとあとアホエイオイルだったら頭も良くなるから。あれはでも美味しそうだったな。ドンジロドンジロいいよ。俺また来週もやろう。俺なんかはだから仕事だからお店の休みの前のしか食べられないわけよ。ちょっとの休み時間。次の日に匂いがするから月曜日にしか食べられない。火曜日ですに、ニンニクも火曜日定休日。そうそう、火曜日定休日だから、だからニンニク食べれる日は唯一月曜日なわけよ、うん、俺の方は。でその他食べたらお客さんに迷惑かかるから。臭いから。どん兵衛は、うん、普通のノーマルのどん兵衛、スープもそのまま、スープもあのお湯ちょっと少ない、あの粉末スープ入れますね。入れる、そのまま。俺スタルだ。ラーメンじゃなくて美味しいんですか。ラーメンだとあの太い麺感がないわけ。そういうことね、うん、だからそれでそんなにだから結構ね、いろんなページ見たらすごい流行ってるから今どんどんっていうの、いろんな人が作ってるやつで、でみんなイマイチだって言ってるから、いつもこう食べてて食べながら二郎が先に来るんだけど、その後にうどんが追いかけてくるとかって言う書いてあったわけ、いっぱい。ほんとやるよ。そういうの書いてあるから情報としてあるわけだな、うん、それでその情報があって食べるとうまいじゃんと、
だから悪い情報があるとそういうのがぶっ飛ぶんだよね、うん、そういうことだよね。逆ね、逆にうまいうまいだとえいまいちだなとか思うじゃん。これあのいまいちだとか言われると、はい、そうするといまいちだと思ってるから、そう、あんまいちゃんこれたまんねえな。もう一回食べたい。うん、だからあの毎週作ってた。じゃあまたドンジオが YouTube で見られるってことですね、うん、どう作った。あー、なんかそういう発想か。てかでもこれ俺が元ネタを教えると、あの俺はあれを見てるの、これを見てるんだよ。だからネットだとこのこれを見てるわけ。 Google のあの YouTube のトレンドを全部見てるわけ。そうすると家次郎があったら、うん、これだと思いました。これだって。だって自分も好きだし絶対やりたいし、うん、で俺はだから音フェチだったら全然違うジャンルになるわけだ、うん、幅広いねジャンルは。だって音フェチだったらみんなは次郎のあのこう食べるのがあれなんだけど、音フェチの場合は咀嚼音だからその食べてる音が聞きたいんだ、うん、もやしの味だから全然違うところに行けるから考えるんですか。だから違って使えるってことネタが被ってるんですか。幅広いね、うん、やっぱり。でネタは探さないと絶対に飽きるから波に乗れないでしょ。だから自分の全方法、ね、やっぱね常にじゃあもう頭を回転させなあかんね、経営者目線というか。だからそうだよ。それで、もう一個最近見てるのは、だからこれ、これね、この、え？これそれで ここに YouTube で、ここで検索入れる、まあ音フェチとか入れると音フェチのそのいくらもらってるかがみんな出るわけ。すんげ。ほら。ヒカキン。お、3億もらってんの。まあ総収入だけどね。だからこの子供3人すごいよ。え、何歳？すごいちっちゃいと思ってた。ほらだから これも子供でしょ。でこれも子供だろ。これも子供でしょ。これも子供だ。なんすごいやん。すごいよ。あ、ピコ太郎だ、うん。すごいよ。これだからランキング見るじゃん。すんげここにじゃあすんごすごいでしょ。うん、アンパンマンアニメもじゃ、え、すげえ。でだからこういう動向を見るわけ。どういうのが流行ってるかって、うん、はい。で、あ、全部あるんやこれ。うん、で俺のジャンルはだからまだまだだから、うん、実際に音フェチなんてな、あれが来るよ、うん、来るよ。だって韓国のものすごい全然桁なんじゃない。だから日本は出遅れてるわけ、分かってない。だから俺この流れで絶対に VR、 だから本当に VR、じゃあメディア出演されるかもしれない。メディア出演の依頼だけはどうします。それも ありだけど、それよりも俺だから VR のバーチャルはみんなだからゲームとか作ってるんだけど、うん、その人たちってどうやって人間が変性意識状態に入れるかってあんまり分かってないわけよ、うん、でこの、アスマだったりオトフェチの上げてる人たちってある程度テクニックがあるからそれ分かってるわけ。だからそのテクニックの方、実はそのテクニックがの方が大事な。だってこの環境でこんだけバーチャルな感覚を持っていけるんだから、うん、だから大事なのはだからハードじゃなくてその人材なんだよね。でも面白いのは俺の動画作ったじゃん、うん、ね、みんなね受験が終わったら、うん、音フェチ動画作る。そしたら若い子たちがガンガン来るから、そうしたらいろんな音フェチのこれなんだよ。若い人は敵は立ち上がらないかってこと、うん、頭柔らかい感覚的に分かるわけよ。まだそうだから年寄りなんて年と断固になっていくってこと、うん、そうそうそう
情報はだからそれは絶対に俺は頑固にならないようにしてるわけ。ほう。だからどんどん情報偏っちゃダメってこと。うん、偏ってない、こだわらない。食べ物って、うん、そのリンゴってだから害虫を他の敵からね、自分を守るために一番外側の皮を作るわけ。だからその皮が一番いいわ。だからその皮を食べなきゃ。これだって、だって俺パワーフードとかさ、そういうこれだって俺も俺本読みすぎだけどさ、それ系の本も読んでるから。食べ物とよく言いますよね、茹でると栄養分が落ちるから、うん、蒸すのがいいですね。蒸すとかね、栄養分が逃げなく。でもめんどくさいよ。むつだ。でもチンでね、そんな気を上げられる人がなりたいな。だからそれは自分がいつも休んでる。休みの日温泉か、やっぱり、うん、温泉だよ、絶対温泉だと、まあ、気をもらってばかりじゃダメ、うん、気をもらってばかりじゃダメってこと言ったらいつも言ってるじゃん。人に気をやればやるほど自分は気をもらう。逆なんや、逆、くれくれせいじゃんダメってこと、うん、気をどんどん上げてたからな。気はどんどん自分にプラス、うん、もらってもらってん時はどうなるんですか。もらってもらってって言ったらね、流れちゃったからね。流れる、うん、出ちゃう。他のところも、まあ、なんていうのね、循環みたいなもんだからな。お金の流れみたいなやつ、川の流れみたいな。お金の流れっていうよりね、あのね、これその俺どうかやりだしてるか分かるんだけど、与えれば洗った、なんかね、あれなんだよね、その最近まあ俺まさきくんも自分のこうね、いろんなこう検索キーワードを自分から浮かぶようにあんな、次からね。僕、うん、検索、俺が与えた検索キーワードじゃなくて、自分から見つけ出すようにする。どうしてもその言葉にとらわれるんですよ。ギブギブとか。うん、そう、ギブギブとか、だからその言葉にとらわれてるね。水だったら水とかさ。喋ってると、すごくそういうのが。じゃあそういうの読んでない風な感じで、なんだろうな、とらわれちゃうんだよね。水だったら水、もう難しいな、うん、これ難しいね、うん、難しいよ。それがだから自分の中に消化したって、消化してないからまだ、だから言葉が出てくる。顕在意識、うん、顕在意識とかだからさ、そういう言葉になっちゃうわけじゃん。これ現在意識じゃなくて長いこと。分かんねー。でもまあだからでもあの人の話聞いてると少し、だってそれはさ、俺だって何十年も年が違うんだからさ、こっちはこっちとこのって言ったらさ、そんなもの簡単に入ってたまることがあるわけ。はい、そうですね、はい、インプットしました、はいとか言ったらさ、俺らなのかな、ね、みんなでそうじゃん。だって何万冊も読んでる人と俺は一緒にはなれない。ただあのね、まあそのね、検索キーワードがちょっとでもさ、こうやって出てるって言ったら、今は結局は自分の存在価値を見てもらいたい。結局ですね、褒められて嬉しいよね。だからまだ君も実はそうだ。人間みんなそうじゃないですか、なんだかんだ。そうしたらどうする？嬉しい。違う、何をやろうと思う？返してあげたい。違う、その前じゃん。前、うん、いや、自分が認められたかったら。認められたかったら、うん、与える。だからみんなに気を送る。この人は何が欲しがってるか、それを先に与える。ギブしにいたいで。まあ、出ちゃう。そうじゃなくて、先に与える。そうすると、ありがとう。だから前も言ったよ、あの
アンモナイトクラブでね、何、うん、ありがとうって 逆にこっちがありがとうでありがとうって呼ばれたらすっごい嬉しいね。実だから本当に最近もなんだから、ガンジー人にしたってマザーテレサにしたって一番の欲求を満たされる、感謝される、お金とか地位じゃないんだって。一番高いんだよ人間って、自己なんなんですか、承認欲求、自己承認欲求が一番高いの、一番実は、うん、だからそうされないとストレス、逆にストレスだから、若い子見てるわかるじゃん、うん、だからああいう子たちも悩んでるじゃないですか、いろんなことで。でもそういうの認めてあげる人がいればいいですよね。あ、聞いてくれるとね。そうそうそう。そこでその人もちょっと元気を取り戻せるじゃないですか。うん、それで全然違う。でも簡単なのにみんな求めてるものが多い。ね。認めてもらいたい。はい。間違ってる。だからさっき言った違うっつったらそれがガクッとつく。違う？でも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 とか違うとか言ったらカッコつけたらダメってことでしょ、僕だから言葉ででもって言ったら前にいる人がガクンとさ、それ気をつけた方がいいな、これが社会でできるのに、うん、でもでもとかちょっととか違うとか、それはそのもうそれ言った時にガラガラって、それよりも相手が喋りやすくなるようにいつも。だからそれあとだからマサイ君のあのね単語になっちゃうからダメなわけ。単語ってだから水だったら水、衛生知識衛生知識、なんとかだったらなんとかなんとかだ。水のようになればいいんですねというふうなそのストーリーがないわけよ。あ前後は、うん、あ平成式あなんとかっていうあ自己啓発っていうその前後の言葉があれば ストーリーなんだよ。ストーリーどう話すの、例えばじゃん、うん、うーんどう話すかなっていうふうな感じ。今物語をくっつけたじゃん。どうやって話せばいいか。だなっていうのをくっつけたわけ。それでそれでな何何何何っていうふうに話してる。それがまさくんの場合カチカチカチって。衛生式ですね。水ですね。だから水なんですねとか。偏ってはダメだからやっぱ水なんですね、うん、それも偏りもだからその前もつければいいわけ、何々だから偏って水になるんですねみたいな。若い時はだから気象だから言ってたやん、あの話って気象転結っていうのが大事でさ、うん、変な話実はあの YouTube って長く見てもらう、うん、それの方がアクセス数よりその関連動画に上がる、時間の方が大切。音フェチってね調べたらできた、うん、出てきたよ、うん、あすぐすぐ出てきた、リップスティックチャンネルさあ出てきた、普通出てこないわけ、あのアクセス時間が長いとじゃないと、だから、だから俺が短時間にこんだけもう上に行けた、こんなに普通短時間で行かない、ただこれからあと10倍頑張るにはどうしたらいいかっていつも、またどっか行こうと思うんですよ、エアタイ東南アジアかどっかに、うん、いい動画を撮ろうかなと思うんですけど、どういうのが受けるのかな。あのねまずね自分が映ってる、はい、行きましょーっつってな、本当に自分が映ってる、これは真摯な、なんか
やっぱ自撮りで平町並みにやってか参りましたみたいな。でもね、もうみんな見てるからね。そう、あってるよね、うん、だから それよりも目的だな。タイに行く目的みたいな、何しに行くかみたいな、うんうん、それでさっき言った通りゴールが目標じゃないから、ゴールの目標じゃないから、うん、途中が見たよ。だから下手な話失敗が見たわけ、ね、成功なんか見たって誰もいいと思う。ウケるんだけどみたいなぐらいがいいかもしれないね、うん、へえ。ガンジスが飛び込んでみたとか。いやそれだって普通じゃん。俺ガンジスでも思ったよ。俺なんか面白いかな、すごいちょっと考えてね、うん、ただ面白いのっていうよりもね、俺本当はさ、そのあのもう一人の兄ちゃんはね、もうやっぱボランティア行くとかさ、もう一人の兄ちゃんって、あのここに来る子もいるんだけど、若い子も、うん、香港住んでてちょっと、うん、多分知ってるかもしれない。何年生だ、1年生か2年生3年生。その子はだからやっぱボランティアみたいなのやりたいって言ってた。まあ、本当は俺黒沢君にもボランティアでやってもらいたいんだけど。カフェより？うん。でもあれやめちゃったもんね、パネルシアター。うん、パネルシアターはいいと思うけど。なんでやめちゃったんだろう。うん。まあ。違うって思ったのかな、どっか。でも、まさきくん何やってんの？まさきくん？うん。ああ、そのこれからってこと？うん。やりたいこと？うん、やっぱ書道やりたい。うん。でも書道でさ、書道は書道じゃん。うん。俺のお茶やりたいみたいなもんや。人生の目標としてる。人生のビジョン？うん。なると、幸せと書いて成功者になりたい。成功者じゃねえんだって。心から、うん、尊敬されて。そこが間違ってんだ。え？成功者で なりたいんじゃなくて、本当はだからみんなを幸せにする方がいいんじゃない？そう、死んだ時に泣いてくれる人が周りにいるぐらい。だからそれって成功者じゃないんだよね。あ、違うんだ、うん、じゃあ言い直しますよ、うん、心から感謝され尊敬され、うん、自分が死ぬ時に泣いてくれる人になる。ああ、いい、うん、でしょ、うん、そうすると人は納得するわけ。それが成功者になりたいって言ったら誰も聞かないわけ、今の話ね、うん、これカットしてください。さっきのカットしないよね。そう、だからそこが言葉って大事なの、うん、同じ意味なんだけど、成功者っていうのは上になりたいっていうのは、うん、でそれをだから成功っていうのはゴールなわけよ、うん、違うんだ。だからずっと与えてなきゃいけないわけよ、うん、ダメだね。うん、そうでしょ、うん、そう思うでしょ、うん、だから成功、だから、ああだから今の成功者になるって言ったら、ああまだまた落ち、うん、今で、うん、あの、ま、昔のまさきみたいな、テスト今でバッて落ちたな。そうでしょ、視聴者の皆さんごめんなさい本当にね、分かるよ、心から感謝され、そういうもの、尊敬されそういうものに私はなりたい、私はなりたいね、なりたいって言ったら、あ、やる、なりたいって言ったらこれストーリーだから、あ、やるなって、それで言葉もちょっとカチッていけないから、うん、そうだから流れだよ、だからさ、もうお笑いと一緒でだからね、もうあれだ、もうお金とか地位とかもいらんわ、なんかもう今の感じ、うん、そうそうそう、あとそれはもう社会が与えてくれるもんだから、うん、うんうん、まずは自分が何かできる、ね、で実際は本当はだから、でもだから言ってて、人間の欲で自分が承認欲求、うん、じゃあまさくありがとうって言われたよ、
だからもう何でもいいよね。だから本当はかっこいいよりありがとうって言われてる。それたら分かるじゃん。それでやることは分かってくるじゃん。その人たちがもこの人にはこうすれば喜んでくれるんだろうなとか、喜んでくれるんだろうな、してあげたいなとか。あ、してあげたいね。うん、こう病んでる子たちねとか。病んでる子たちって言ったらもう上から。ああ、そうか。難しい答えよりがどうしたらいいんだ。そうですよ。うん。やってあげたいはダメだね。やってあげたいはダメ。やってあげたいって。うん、だそれもダメだ。だからわ分かるっていう同じなんで。ああ、難しい。難しくない。どうしても野球のだから縦社会にするわけよ、うん、それよりも共産主義でみんな同じ若い子も年寄りもどうしてもそれは洗脳されてるわけよ、縦社会っていうの、うん、そうじゃないんだよ。だからね、もう地位があればいいみたいな。だから違うね、うん、違うよ全然。そんなのいらないの、うん、なんだろう、してあげたいじゃなくて。してあげたいでもいいよ。してあげたいでも、でもしてあげたいっていうのはまあ、あれ一緒に悩もうみたいな感情いいね。うん、だから一緒に悩もうっていうのは一緒に悩む、同じだから。あ、じゃあ一緒に解決していこうかみたいな感じがいいのか。うん、どうぞ。視聴者の皆さん、僕は視聴者の皆さんじゃなくて君、そう、君と一緒に悩みを解決しようぜ。だからだからそこがもうちょっと、だから関西の人だけどもうちょっと頭回るんだけどね、普通。君の味方だよとか。そうです、君の味方だよ。難しいね。うん、難しい。そうだからね、俺が歌書くんだけど、でもね、もうちょっとでこう大きくなった。俺こうやって見てるじゃん、うん、すごいなんか見てる人の気持ちがすっごいわかる、うん、君のことものすごい、だから応援したいし、なんていうの、まあちょっと臭くなってね。だから臭いのも嫌いなわけよ、若い人たちは。わかるわかる。あ、まあうちらの、ね、若いのまだ好きだから、うちらの年代は臭いの嫌いだから、うん、でもね、すっごいわかる。やってあげたいとかがいいのかもな。やってあげたいとかダメだ。わかる、わかる、うん、その人の気持ちがすごい。俺はだから僕もそういう経験とかもあるから、それを分かってあげることがまず大事。うん、そう、だから分かってあげられるわけじゃない、うん、いじめられた子はとか、ちょっと学校行くのが嫌だとかとか、うん、そういう人たちの方が合うわけだから、オーバーグラウンドよりアンダーグラウンドだから。ああ、私っていうか、だから、マイノリティ、少数派の方が分かる。うん、でもそれが上から言ったらダメなんでしょ、うん、こうしなきゃダメだよお前は、うん、全然その人の気持ちに分かってない、ね、だからその結局なんかもういつもさ、まさきくんの悩みそうだよね。結局まさきくんがいじめられてた時でいいわけよ、苦しんでた時。その感じが他の子も分かってあげられる。それをだから自分が泣きたくなる感じが、だから分かるわってなると思うでしょ、うん、そう。だから俺 もうこの子たちの文章見て分かるわっていうのは、この子たちと同調するもん。同調ね、うん、同調ね、うん、同調でしょ。だって言葉投げ合いで、それ物が俺が言った言葉をさ、この子たちに同調するを分かるわってこういう風に流れてるのに、同調ね、同調ね、同調ね、だから単語を取っちゃダメなの。さりげなくね。さりげなくじゃなくて言葉なんだからさ。いや、それはもうなかったろうし、もっと詩とか読めよ。もっともうわけわかんないもう違う、わけわかんなくなる。
もう沈黙見ろ沈黙、うん、明日見に行け、うん、僕明日見に行ってあの感想を述べよ宿題うろはっけ、うん、ちょっと疲れてるね今日、うん、ん頭が回らんもともとそういうもの持ってるまだいいねまだ食べてるからこうやって食べてるから先生、先週はもうここって書いてきたここ本当はさ、あれなんでねあの学生用にウカールとかあるでいろいろ、うん、あの受験生用のさ、歌詞をさ、うん、俺いろんなとこ買いに行ったで、ね、ウカールとかさあのいろんなやつがあるあるからさあれ買いに行って今日受験生用にやろうと思ったのあそこコンビニとか行ったそこまで、うん、売ってねえんだもんあらうん足こんな足を痛くして痛くもないけどさこうあっちも歩いてさこっちも行ったそれはウカールなくてさ残念だったそうだよだって受験生とか結構見てるわけじゃん、ね、だってねもう今この大切な時期だもんね、うん、受験生たちが息抜きでうちらのバカバカにする見るわけねそれでも喜んでくれたら嬉しくないですかだからそこをやりたいわけよねそれをマサイ君が気取って格好つけたらねお前たちモノマネなんかやってやってくださいよこのみんな君ここで見てる君のために面白いモノマネだから開発しました面白いモノマネないマキナっすかねマキナマキナっすかだからね先週負けなんじゃだからどんどん変わっていくわけよマザー君ってそこのガッとだからさっき言った言葉をもう一回ガッ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 負けのほうって言ったらそれ負けなんじゃそれでもう次に行くわけよだからつあ分かりました、うん、何かな、うん、ない、うん、今日出ない何かあるんじゃない僕ですか、うん今にやってたのあら何やってたの何何ですか何かやってみるモノマネですか、うん、なんてねマキノなんかないかな。なんかないかな。出てこ出てこ頭真っ白なっちゃった。頭真っ白なっちゃった。何かな。深刻ですよね。降りてくる。そう。それが降りてくるって。俺に力。本当。あとはもちろんして、なんかないかな。自分でこうやって気を取るんですよ。あ、来た。うまい。うまいよね、これ。誰それ。石橋さん。え石橋、飛んでるんですよ、石橋はぁ、あ、はぁ、あ、うまいよね本日の…あ、出てこないわ誰だえ、今、うまいよねあー、だって無理やなまだ似てないわ似てたうまい、うまい、これほんとうまいよね、これ本日のお土産250円ござる
みたいな。やばいよ。俺の頭の中は負けのしかない。はい、ほぼ。あやっぱ、あれ？なんだっけ？忘れちゃった。あ、なに？来た。はい。ということで、今回ご用意するそば、この座りやすさでなんとお値段250万円です。高田社長、ジャパネットの。うまいじゃん。面白くない。ん？あ、いや、面白い。はい、ということで今回ご用意するそば。いや、いや、いいよ。いいっすか。いい、そういうのが大事。チャレンジだ。エロネタとかやるとすっげえ怖い。あ、これね、なんかね、違う。俺もともとエロくやってたのに、なんか途中から見る人いるじゃん。なんか疲れるの。あの途中からだから普通さ、ずっとエロでやってきたのに、知らないから、なんか俺ってオトペイチの人だと思われるわけよ。あ、だから違うことやると違うとか言われちゃって。だから、あの偶像って怖いよね。すぐ思い込んじゃうんだよ、これなんかただのエロイエチなのにさ。エロイエチなのにさ、エロイエチでやってたのに、エロ無責任男って書いてるじゃないですか。あれなんでですか。えエロ無責任男っていつも書いてるじゃないですか、Facebook に。あの無責任男ってだから植木等ですよね。 あれが一番あの感覚なんですか。自分を名乗ることって大事じゃないですか。世界で一番人気の正義とか。あ、それはだから自分がそれ決めちゃうとそれになる、決めることは大事、じゃあ僕も決めていいと。そうそうそう。だからまあ俺魔法を使ってて、だからでも絶対に魔法を解いちゃダメだって。俺この前あれでしょ、そう、お葬式があって聞いたでしょ、だからそう思った時に絶対に魔法は解かないっていう決心。で僕の場合ね、そう決めつけちゃうとね、ちょっと天狗になりそう。なんでいや、もうモテモテの加藤正樹とか MMK か、多分いいじゃん。 MMK とかね、なると、やっぱね、天狗になりそう。俺モテてんだよね、みたいな。だから上から目線になっちゃいそう、可能性がある。そういうとこあるよね、それダメだね。でも、そういうの大事だよね。 MMK で行く正樹モテモテ。え M はまさきのま、まさきもう K でまさき。違う M でもう一個 M がないとダメだね。 MMK なんかないかな。違う、だから違うことを考えるけど、もう違う自分のあれを考える。あれね、ちょっと出てくるな、あの検索に引っかからないやつを考える。だから俺おじへちっていうのを考えてね、おじへちって世の中にないわけよ、MMK は明治かなんかのとこからあるわけよ、だからそういうのを考えよう。自分のオリジナルの言葉を考える。
マサキングあるよな。あるよ、マサキングは俺の友達もいるから。なんだそれ。何があるんやろ。MMK がやだね。加藤正樹か、天狗にならないのに天狗に言ったこと、天狗マサ天狗、マサ天狗マサ天狗、マサ天狗、マサ天狗いいです、私の名はマサ天狗です。それだから、そしたらマサ天狗ってつければ、はい、MMK でもつけたって、何つけたってもう天狗にならないのに、ね、もう先に天狗になっちゃってマサ天狗キングじゃなくてマサ天狗、すげえかっこいいじゃん。いいね、クラマ天狗みたいな、うん、マサ天狗ですか。マサ天狗でございます。俺もマサ天狗だけどね。そうなの、うん、だって俺天狗大好きだって言ってたよ。あそこの入り口2つの天狗飾ってあるもんね。天狗いいってこと。天狗だって天狗ってミッキーの一番の神様だから、天狗ってのはすごい大事なの。天狗になるっていうのは誰のあの由来なんですか。棚が長くなるっていうか天狗になるっていうのはあれね、多分語源、あの山伏を差別したみたいなのがあるんじゃない。山伏、山伏って天狗なの。そっから来てるよ、うん、だから天狗になってもいいかもね。いいかも。マサ天狗で、で今日マサ天狗ってアップ紹介しますけどね。本日命名しました、マサ天狗です。すげえかっこいいじゃん。羨ましいな、俺も使えてマサ天狗。ずるいな。今日もマサ天狗です。これで YouTube アップしたらいけるかな。ま、どうもマサテングです。まあ、そこはうまくやらないとさ。マサテングはさ、そういうとこあるからさ、すぐテングなもうなってる。マサテング、あ、いいね。俺の友達マサキングって言ってさ、お、うん、あれもマサキだからさ、うん、マサテングすげえな、うん、かっこいいよ。いいね、うん、マサテング。マサテングで通そうか、うんうん、で、魔法使いでしょ。俺マーちゃんだよ。マーちゃん。あだ名マーちゃん、うん、あだ名でもね、俺いろいろな名前あんだよ。あの、サッカー界だったらニケだからさ。ニケ、うん、何アリスがニケってさ言わなかったんだよ。ニケ、もうサポーターの人が言われてるんですか、うんうん、サッカー好きだったらニケさんって呼ばれてる。あとあの、だからあのヴァンフォーレ候補が死ぬほど弱かったわけよ、うん、全然勝たなくて、それで俺あのブログやってて、その頃ヴァンフォーレの候補のブログなんてやってる人じゃなくてね、うん、それでどうしてもそのチームを勝たさなきゃいけないっつって、うん、ニケってナイキのね、うん、ニケ、うん、ニケって何だか分かる？知らない。ニケってナイキね。ナイキの本当の意味。あ、ナイキやん、ナイキやつなんじゃない、うん、ナイキの本当の意味知ってる？ニケ、うん、本当の意味知ってる？いや、分かんない。勝利の意味、勝利の女神。そうだ、勝利の女神はニケだ。サモトラの毛のニケっつって、ルーブリックとこう羽が生えて首がないやつ知らない？あ、違う。なんとなく。なんとなく分かるでしょ。この羽の生えた勝利の女神ニケ。で、ナイキの あの羽の部分あるか。この ツーみたいな字、うん。あれ羽なんて。そっから来てるんや。うん。ニケ。本当はナイキじゃなくてニケだ。そっから来てるんだよ。うん。で、それちょっと書いてナイキになったこと。
そうそう、ナイキは、ナイキは英語読み、あれ、うん、ヨーロッパ読みだとニケだから、それでサムトラ系のニケっていうのは、うん、ギリシャ史上の中で勝利を導くっていう。本に読んだ、ん本に読んだ、有名だよ、本で読む前だって美術品もそうだし、全部俺ギリシャ神話も知ってるし、アリストテレスとかのあたりで、ギリシャ神話ってアリストテレスはまた違う。あ、違う。なんかでもそこは全然わからんもん。うん、だからちょっとその辺は勉強した方がいいな。もう閉めます、ね、うん、うん、まあだからあれね、まさこはね、あのね、20いくつだ、23ね、ボキャブラが作んなだから、そう、なんだろう、文学書みたいな、そういうのとかな、普通の一般常識の、うん、そんな、自己啓発読むよりは、そっちの方をやると思うよ。そういったら、自己啓発の話なんていうのは、みんな話合わないから、みんな聞きたくないから。あんたら、ああ、サモトロケの2系知ってますって、大丈夫、みんな、知ってる人だったら話合うよ。経営者は知ってるだろ。経営者は知らないと知ってる。でも、そのぐらい知ってるぐらいの経営者じゃない。いやー、勉強足りない、まだまだ。あのね、情報量が少ない。情報量どうやって取ってるんですか。いやー、だって絵見たり、みんな漫画読んだりとかさ。あれ勝った方言ってましたね。何だっけ名前、あの侍のやつ、何だっけ名前、宮本武蔵の侍のやつ、五輪書、いや違う、あの戦国武将のやつ、漫画なんとかもの、あれ出てこない、平家もの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 、それはお茶の話だから、これは全部買ってもいいよ、絶対に。これは当たりだ、超当たり。戦国武将のことを調べられるから、これでも勉強になります。当たり前じゃん、だって現実のやつだからさ、実際にこうしてデフォルメとかする、まあちょっとはしてるけども、してないから。え、すごいなこれ、福島正則と出てくるやん、じゃあ閉めるか。うん、今日命名されましたね、正天狗ね、なんかすごいな。マサテングになってる。ここはやっぱなんか生まれるとこやね。生まれる。うん。珍しいね。やっぱりすごいね。やっぱこう。わかる。うん。マサテングか。かっこいいね。かっこいい。でもね、あのネーミングって大事で、俺ま会社の名前がマインドパワーなんだけど。で、リップスティックビューティーサロンなんだけど、それでやってたら、でもこう音フェチとこ行ってリップ音が一番好きで、それでそのままじゃん、うん、リップのリップで、それで リップスティックチャンネルっていうのもあって、お店の名前、そんなにね、俺自分のこのお店の名前にそんなに思い入れなかったんだけど、なんかリップスティックチャンネルってこうやってなんか、もうなんかいいな。俺の動画はわざとおじへちっていう言葉入れてるわけ。何？おじいさん。違う違う、あ、おじさんが変なことをちょっとへち、おじへち。すごいね。それで違う違う、おじへちって言葉は誰も使ってない。うん、誰も使ってないんだけど、俺がおじへちっていう風にそのハッシュタグにしても何にしても、おじへち誰も使ってないから、おじへちにって。打てば全部俺のやつが関連されるそれが名前なの。で、YouTube にしても何にしてもその、タグっていうのはすごい大事だから、うん、だから俺を、マサテンゴをそれで今のうちに早く使っておく、誰かも使うかもしれない、使ってる人もいるかみたいな検索してるのな、それで検索して、それでマサテンゴがいたらいるかもしんない、マサテングではありそうって言ったからな。ただ多く使った方が勝ちだから、そう、マサキが天狗にならないようにマサテング、マサテングにしましたと。これはだからそいつは物語になるわけ。マサキングだったらさ、やっぱちょっとキングじゃん、うん、
王冠みたいな感じがするやん、うん、でそこでちょっと天狗になりそうだもんね。ね、イリュー友達マサキングさん、ごめんなさい。そうじゃあ、今日その命名いきましょう。マサ天狗で名前の、その命名の由来はマサキが天狗にならないように、私が、あ、私が、そうしたら、そしたら物語ができるわけで、この人天狗にならないようにしてるんだなって言ったらすっごく思われるわけ。マサ天狗でいくか、私が天狗にならないようにマサ天狗。そしたら、それでマサ天狗つつけたら、あの高尾山とか、ね、日本に三大天狗のところがあるわけ。うん、あと、京都の、あそこなんなんだっけ、鞍馬山。うん、あともう一つどこだったら、あと吉野山。ね、そしたら。日本三大天狗のところに見に行くわけよ。そしたら天狗と縁がある。そしたら天狗にもパワーがある。呼ばれるってこと。高尾山に行くかもね。行くよ、俺なんか何か別に。だから、あとはだから、あの、どえっ、ー、と、みゆきさんちが行く同僚さん、同僚さん、神奈川でね、東京じゃないよ、あそこ、静岡じゃない。同僚さん、もらったことない、みゆきさんちに。ないね。先輩。同僚さんちとか、それが、その、ここの山越え、箱根じゃないけど、もう、箱根じゃないや、まあ、静岡とか、もう一個山越えとかあるけど、うん、そこ行って、あれたら、天狗ネットワークね、とか、こういった天狗の。朝天狗いいね。もうマサテングっていうね、名前を言ったマサテングって言った時点でもうこうなってくるね。ね、ピノキオでもいいよ。マサピノキオ、マサピノキオすぐってピノキオになるんだ。マサピノ、マサピノ、マサピノでもいいよ。マサピノです。ピノキオ。マサピノ。まあね、天狗になるとね、やっぱり見えなくなるからね。なれるぐらいがいいんだけどな。なりたい、うん、天狗になりたいぐらいがいいのかな、うん、そういう人に。私は天狗になりたい、私は天狗になりたい。すごいね、そういうのうまいよ。それだったら物語になる。だから天狗になるまで、だから天狗になってるって言ったら悪い言葉になるじゃん。なりたい、なりたいっつったら、あの謙虚の感じ、謙虚の感じになる。私は天狗になりたい、うん、でだから最後のあれも、あのそういう人になり、なり、なるじゃなくて、うん、なりたいですもんね、うん、そういう人に私はなりたいって。そう、その、なんだ、まあ、それは悪い意味ね。だから、なんだ、絶対じゃないと思うね。でも、絶対に なるっていうのも大事だからね、逆に。名言、いろいろね、いろいろできたね、今日は、言葉が。でも、その言葉にこだわる、うん、もうそれは終わり、今日で終わり。だから言葉じゃなくてストーリーなわけよ。何が欲しいかっていうのはストーリー。ストーリーどうな、うん、流れてる、どうなってどうなってどうなって、だから起承転結の、うん、だから この、うん、その引き足した私が落ち、ま、そうそうそう、洗脳されて、そう落ちて洗脳されるいじめにあっ た, いじめにあった、また私が、うん、で、力があれば持てると思った。いつの間にか、うんね、やったときに、うん、その天狗の市場にやってた。あ、地獄やつ。違う天狗の市場にあり、天狗の魔法使って天狗にあり、そこで洗脳を解いていきますと。いじめられ、力があれば持てると思ってた正樹が自己啓発にあまり洗脳されていき、そこで魔法使いおじいちゃんと思ってたら、実は天狗に天狗にあり、その天狗から
私に命名してくれた中国戦の時私はまた天狗になりたい。天狗になった。なりたい。ストーリー性ね。そうすると人は引き込まれるわけよ。なりたい。って言ったら次があるかなって。だから途中なの。なったじゃ終わっちゃうから。なりたい。私も。わかるわ。同調ね。同調と。天狗になりやすいんですか結構。いやね。マサイさん。当たり前じゃん。でもすぐ天狗になる。天狗になって、やっぱこう足元すくわれたりします。そうだよ。します。うん。朝のお茶の時とか。ああお茶も。お茶だけじゃなくて全てにおいてすぐです。あこのお店のこととか。お店でもなんで。うん、その時にやっぱハッとさせられます。うん。でその時に お茶を習いた時にああ天狗になってんなっていうのが気がつくから、だからお茶はすごく嬉しい。一瞬一瞬が学びっすねじゃあ。うん。あそう。人生死ぬまで学びだから。ね。うん。学んで死ぬほど学んで。うん。だから今なんか本当にこう若い子たちがねいろいろ書いてくれるじゃん。うん。でね肝とかさ、死ねとか言われるわけじゃん、うん、いい勉強になるよ肝とかさ、死ねとかさYouTube やめるとか、あと何やったかな、なんかねこいつらうまいんだよ、人の心を刺すようなさ、絶望に落とすような、でも一番まあね、そうこの間のさ新年会あったじゃないですか、うん、みんなの悩みが実は来てたアンモナイトクラブの悩みだったりする、ね、そうだから救われる、うん、全く悩みない、みんなうつ病、うん、そうでもないで前の僕だったらね多分どっか上から娘に見下してたと思うよ。あ、ほんと、うん、前の僕やったら、うん、だから そこよ、だからなんていうのかな、やっぱりマイノリティを一番大事にして弱ってる人たちにしてあげたい、うん、してあげたいっていうか一緒にね悩んであげるとか悩んで、自分のファンを作っていきたいな。ん？加藤正樹という存在を、なんやろね、僕のファンを増やしたい。うん、別に上になるってわけじゃないですよ、うん。だから、パって逆なんだよね。逆？うん。ファンを増やすにはどうしたらいいかって言ったら、パワーを出すんだよ。気を出す。うん。だから、バンドでもなんでも、まず逆なんで、ファンを増やす方から自分が先に気を出すの。じゃあ加藤正樹のファンを作りたければだったら、だから何かを始めなきゃいけない、どん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 次から次へと、これでもか、これでもか、これでそれが当たった時はね、また面白いかもしれない。いや、当たらなくたっていいわけよ、うん、まあ今できない書道かな、そういうのができることは何でもやった方がいいよ、うん、本当に、うん、それでだからそれがプラス仕事何やの、仕事ですか、うん、IT 系か、 IT って何や、 IT ね、まあ言えばね、うん、電通みたいなもんです、もう今や本当だ、 VR 系があるから、ね、絶対 VR だよ、バーチャル
ドローンとか入るかもね、今から。特に入る。もうドローンはもう、だから規制、規制される。だから規制されてる。ああ。絶対、VR。だからもう、本当にここから未来にガクッといく感じ。そこを自分で勉強したのかね、うん、でも今やってることはもう完全にもうそれの勉強で経営者とかっていう、うん、経営者じゃなくてあの牛を見つけみたいな感じ違う違うなんだろうね自分がだから必要とされてるものは何なのかっていうしてあげられることだ、うん、自分が何ができるかっていうのを、うん、で自分時代が絶対に VR に行くかなみたいなもう今やってることだと完全にバーチャルだともう半分バーチャルだから、うん、これでだって普通こんな話はどう動画なんか長さないじゃんまさにね、うんこれがだから VR とあとはその時代時代に自分の爪痕をこうやって落とすとか変な話で、まあ、書き物と同じでそれを、ね、ネットのところに上げとけば遺書みたいになるわけこの瞬間瞬間だからこの瞬間瞬間は大丈夫その道だ道をちょっと歩いてるだけその道を歩いてる時の日記が一番面白いだから稼ぎじゃなくて、うん、そうそう日記、物まねとかもあるよね、うん、できないやつが逆に面白かったですよね、うん、できないものじゃあ載せたいってことだよな書道もねそうだから下手でいいわ下手のがいいわ綺麗なやつなんてカッコつけてあれも見たいと思ううまいやつなんて失敗が見たいだそれで、その方が素直なわけよ失敗してた方が、うん、雑念のらしいそれこそ自分らしいね、うん、自分らしさを出せばそういったら自分らしさを出したら伝わる自分らしさがないと伝わらない人人って本当に敏感だわという感じであの、タケキングじゃなくてなんだっけタケキングタケキングって誰ですか知らない天狗だけじゃなくてマサ天狗マサ天狗どうも、はい、マサ天狗でしたバイバーイバイバイまったくさ結局僕の悩みだねうん。